またまたアマゾンヘンテコ商品になります。変なものまだまだありますよ。ヘンテコ商品をレビューしていく前にチャンネル登録してください。チャンネル登録ベル忘れよ。じゃあ商品を見ていきましょうか。パパ様なんて書いてある？アムララハット。手を使わずにさせる傘です。可愛いと思うよ、多分。最近は東京オリンピックによるこういう傘が紹介される。え、どういうこと？暑すぎるから、うん、こういうのをかぶって感染してください。うっそ、硬い、硬すぎる。いけ、カホ、当たっちゃった。相当硬いな、これ。あ、入る、入りました。ちょっと子供には開けないですね。ちょっと待って。受けるんだけど、二人とも。これ。これ変にするんです。これ。そう。キモい。キモい。あ、なに？あ、なに？よし、外行くよ。せいいかも。なんで？これを着たら、サメを火をブロックする。こんな、雨をブロックする。二人とも帽子外しちゃったね。結構ぎゅうぎゅうで痛いみたいなんだよね。じゃあちょっと一応テストアウトするときだけ我慢してつけてみてくれる？痛い痛い。雨が来ます。なんか2人ともすごい体勢になってるけど、どう？濡れる。めっちゃ濡れる。どの辺が濡れました？その辺。傘がちっちゃすぎますね。傘をブロックする。もうこれもう一回トライします。てか、顔、背中めっちゃ濡れてるんだけど。相当濡れてるよ。これはダメかもな。顔もびしょ濡れなんですけど。あ、本当だ。せいちゃん、顔は濡れてないけど、洋服は？後ろ向いて。あ、洋服濡れてますね。どうですか？この商品。ありですか？なしですか？どのあたりがなしでしょう？雨って書いてあるんだけど、濡れるわ。でも、食べましたよ。へい、お待ち。何が出てきた？パッ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 ぐしゃぐしゃ。送られてきたらこんな感じだったんだけど、これもう壊れてた状態で送られてきて、これ何でしょう？肉？本物なの？肉？これカオちゃんとセイちゃんはまだ経験したことないかもしれないんですけど、お年頃になってね、こうニキビができてくると、こうやって潰して白いのを出すって、パパやったことある？俺はニキビね、あんまできないからやったことない。前は結構ニキビ肌だったから潰すのよくやってたんですよね。いや、これでできんの？これいい。あ、これは鼻？母ちゃん、鼻大きくなっちゃったら大丈夫？
ね、電子レンジでちょっと液体にしないといけない。そう、いや、なんか出てきた。なにこれ。まだ入れてないのになんか出てきた。パパ、嘘。ちょっと待って、だ開いてるもんね。なんか入ってる。いいよ、なにこれ。なんかガスカスティング。よし、はい、これでスポイトの使い方教えてあげる。知ってる。知ってる。ほら、知ってないでしょ。知ってんの。あれ、まだ液体になってない。どう、吸えた。吸えないね、これ。全然吸えてない。全然だ。パパやってみて。あー、やったの。力を見せてよ。これ最初にこう空気を抜いちゃうんだよ。あれ、空気がやってないし。はい、これボツです。電子レンジ本来は10秒って書いてあるんですけど、1分ぐらいしてみましたね。いいよ、なにこれ。入ってる入ってる。ちょちょ、いいよ。ニキビの白になるところをずっと注入していってるんですが、中でどうやら空洞がつながってるみたいで、多分相当な量でないとできないんじゃないかなっていう。なんか油がすごい。鼻水です。鼻水。オッケー、じゃあ母ちゃんもトライしてみますか。プチッと。全然出てこないね。え、あああ、最後パパのスーパーパワーでギュッと。ジャッシュバコ。意外に絶対とハマってる。ハマってんじゃん。いくよ。いやいや。やばい、見て。いいよ、あいたして。パパの手に入った。この商品はありですか、なしですか。なし。なし。なし。私は4点。4点。パパは何点。いや、これ10点中8点。これはいいよ。いや、気持ち悪い。パパがハマってる。もうギュッする。これはいい。おじゃい。またスイカかよ。またスイカかよ。これもね、開いてるんですよね、箱が。スイカのカッターですね。スイカをザーってやると、こういう風に四角に切れるっていう。スイカ出てきます。スイカ！そのまんま食べたいね。もしね、種をね、土の中に埋めたらどうなると思う？咲く。もう一個のスイカ箱って。ほいほいほい。いやー！そうだよ。いくよ。じゃあ、かおちゃんから。おえ、一個しか取れなかった。支配とどっか。ああ。ね、パパ持って。なんかできないな。ちょっとパパやってみる。とりあえず食べます。おえ、やば。いやあ。おお。おまけおまけ、すごい。おまけ、なに、ママのとこめっちゃ飛んできた
んだけど。まあ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 、まあ、なんかちょっとねこう飛び散ってはいるけど、ありがとう。こちらの商品ありですか？欲しいですか？100点あり。誰ともありです。え、わかんない、ね、真ん中どっちでもないってこと。どのあたりが一個は私がスイカが好きじゃない。関係ないか、これ、これはいけてる。これすごい気持ち。そして、せーの、スイカがすごい。次行きましょうか。はい。何これ。こちらの商品ですね。まずここをくるくるっと回して空気を入れましょう。ふわふわ。これ何だと思います？犬。ハットだ。せいちゃんが正解です。おいしい。そのね、息ができる方を前にして。わかった、こうね。そう、かぶるでしょ。椅子に座って、うん、そこの中に手を入れて、はい、机にうつ伏せになります。せーの。はい、これで寝れます。ちょっと、机の上で寝るためのクッション。クッション。じゃだりー。パッキン。パッ。ねえ、もう一個買って。もう一個欲しい。関空行くとき。どういう使い方もできるの？そこに手を入れるじゃん。頭かぶらずにそこに手を入れる。そう、そしてそうやって。ちょっとトライしてみるよ。誰が。あ、こう、こうね。そう、こう、そう、机の。そう、じゃあそれだと苦しいでしょ。これだとほら、どうよ、パパ。いや、確かに寝れるかなって感じはするけど、うん、変でしょ、変でしょ。せやも気に入りも。なんでさ、かおちゃん欲しいだし。こちらの商品、ありですか？あり。パパ、かおちゃん欲しいんだって、もう一個。今頼んで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 。パパ、これ頼んであげんの？多分50ドルぐらいするんじゃないかな。いる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 。今日はヘンテコ商品デビューしました。ありとなしが半々ずつだったかな。皆さん、おすすめのヘンテコ商品あったらインスタグラムのコメント欄からコメントしてください。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあみんなでお別れしますよ。せーの。